こんにちは。アマずシサポーター、堀秀夫です。日本人でも長生きしたい。今、まあ、日本だと長生きが最大のリスクというようなね、えー、ことが言われてます。まあ、社会の畜産物、あるいは会社の畜産物社畜、社畜として生きて、退職して年金もらおうと思ったら、ねえー、生涯現役、年金なんてもらえない。 かといって、生涯元気立って、会社退職してね、その後働くとこなんて見つかるわけがないと。まあそうなってくると、早死にしないとね、えー、大変なことになる。自分で稼げない人は早死にしないと大変なことになる。一番のリスクは長生きリスクというようなことになってきてます。それもあまりにも寂しいんでね、まあ自分で稼ぐ力を身につけて、えー、安心して長生きできるように、えー 日本人でも長生きして、安心して長生きできるような、えー、スキルを身につけてほしいということでね、Amazon、えー、室のサポートを提供しています。何人かの社畜を救いたい。ねまあ、社畜っていうのはね、まあ、会社の、まあ、会社に飼われてる、まあ、羊たちというだけでなくてね、日本の場合は、ね、社会に変われてる羊たちというような言い方もできると思います。すごい、 死ぬまで働く羊たちってね、どんな教育というか状況を施せそんなすごいことになるんだって感じなんですけど、世界で過労死というのがね、もう過労死そのままで通じるんですね。なぜなら、死ぬまで働くなんていう人は日本人しかいないと。それだけ働いてね、働いて働いて、 えー、休みなし、死ぬまで働けというのがね、まあ、今後の日本社会なんで、まあ、それも結構しんどいねと。まあ、せめて働くにしてもね、えー、楽な仕事というか楽しい仕事というか、えー、や,らやらないと、まあ、切なすぎるよねということでね、えー、アマゾイ室おすすめしています。日本を元気に、みんなの笑顔、そんな大ストレートことは考えません。 ま、何人かの人が、私、私の本やブログ、動画を見て、まあ、いいね、自分でもできるんじゃないと思った人に輸出ビジネスのスキルを教えたい。すでに何人かの人は社畜から脱出済みです。何人かの人が喜んでくれて、私も暮らしていけるなら続ける意味がある。そんなわけで私は10年以上、転売ビジネスを教え続けています。私の転売ビジネスサポート歴は10年を超えます。 月30万円稼げるスキルが実際に身につくサポートを提供しているから10年続いています。出版もしました。2010年に輸入した商品をヤフオクで販売して稼ぐノウハウの本。2013年にアメリカアマゾンに輸出して稼ぐノウハウの本を出版しました。かつては私も社畜でした。満員電車で通勤して消耗していました。 解決策なんて出ない習慣化した会議が苦痛でした。楽しくもない作業を仕事だからと長時間やっていました。好きでもない興味が持てない勉強を何十、何年間も頑張り続ける。その後は好きでもない興味が持てない仕事を何十年も続ける。好きなことを仕事にするとか、楽しく稼ぐなんてできるわけがない。世の中、そんな甘いもんじゃない。 それが日本の常識です。しかし、私は好きなことを仕事にして楽しく暮らしています。世の中、結構チャンスもある。それを知らせるのが私の使命です。日本人で稼いでる人の共通点。日本国内で稼いでいるのはインバウンド狙いの会社です。一風堂は海外展開とインバウンド狙いで設けている。最近。 ペニンシュラに、え、ぱい3400円のラーメン。これ3400円って書いてありますけどね、サービス料と消費税が付きますので4000円超えます。ね、だけど、すごい出てると、売れてると、ね。日本人はまあ食べないと思いますけど。まあでも日本に旅行してペニンシュラに滞在する中国人は喜んで食べてると。まあこれ以外にも、一風堂は海外転換に軸足を入れています。海外店舗だと、 客単価4000円超えは普通。だから株式上場できたというのが一風堂の、えインバウンドのおかげというか、海外狙いのおかげと。まあ、ドンキホーテもインバウンド狙いで儲けてます。ドンキの店内は圧倒的に海外旅行者が多いです。トヨタ自動車。トヨタ自動車も、まあ、日本企業ではありますけど、ね、えまあ、日本が占める割合っていうのは、え4分の1以下と。 いうことです。ねほとんど海外でも受けてる。ソフトバンクも海外でも受けてます、ねえー。中国企業への投資で日本企業最高益を達成したと。成長一印、ねえー、世界第2位の経済大国、中国。その中国でね、伸び盛りの企業に出資してるわけですから、まあ、儲かる確率は高い。そして現に日本の最高益を達成してると。これ国内にこだわって仕事してたら、まあ、 残、生き残ってなかった可能性すらありますね、ソフトバンクに至っては。えー、海外に目を向けて儲けてます。何しろ、日本国内で稼ぐのは無理ゲーとね、達成不可能なゲームという意味なんですけど、まあ、ね、えー、天才的な経営者とかね、えー、ならなんとかなるんかもしれませんけど、まあ、普通の人とかね、えー、ちょっとできる人とか、まあ、あのー、 ぐらいじゃ、全然日本で稼ぐというのは無理です。何しろ、いい商品を売って、きび団子ご売ってね、えー、送料が高いと、ね。商品は素晴らしいので残念です。いやいや、商品素晴らしいなら送料高くてもいいじゃんって感じなんですけど、まあ、日本人のこのね、えー、厳しさは鬼ですね。きび団子も鬼にはかなわなかったということでね、まあ、日本国内で稼ぐってのは本当に大変だなと思います。 副業に取り組む人のね、Facebook やブログを見ても、日本で商売する人と輸出ビジネスをする人では大違い。日本国内で販売するセドリア輸入ビジネスをしている人は、マクドナルドや安いチェーン居酒屋で打ち合わせをしたり飲み会を開いています。まあ、稼いでることになってるの、ね、不思議なんですけどね。一方、輸出ビジネスをしている人は、ホテルのカフェや寿司屋で打ち合わせをしたり飲み会を開いています。アマゾンに出会えて感謝。 インバウンド狙い。海外進出が稼ぎやすいのは分かったと。でもどうするインバウンド狙いのお店なんてないし、海外進出なんて夢物語と。輸出ビジネスという手があります。アマゾンを使えば、わずかな費用とわずかな時間で輸出ビジネスが始められます。アマゾンを使ってやることはシンプル。買い物した商品を高く買ってくれる人に送る。たったこれだけです。自力で稼ぐ方法を身につける。 アマゾン、こんな素晴らしい仕組みは他にないなと感謝の日々です。そんなアマゾンを使ってあなたも輸出で稼いで安心して長生きしてほしい。そんな思いで輸出サポートを提供しています。私は初心者でも稼ぎ量にサポートしてきたから10年間物販サポートを続けることができています。日本に住んでいるのにアマゾン輸出を始めないのは大損です。 わずかな投資で一生稼げるスキルを身につけるチャンスです。